こんにちは。今日はね、アネスのインクをね、ロクーンとラミのサファリーとですね、お二つも実はもうインクがなくなってて、中に何入れようかなーなんて思って、買いに行ったんですよね。つい勢いでですね、なんと、まあ、竹炭をね、袋で買ったんですけど、まあ、横にあった甘い色とツツジをね、買ってしまいました。なんでこの2つを買ったかというと、ちょっと前から考えてたんですけど、透明のね、軸にこういうちょっとカラフルな色をね、入れたらいいかなと思って、ちょっとついつい買ってしまった上に、なんと透明軸のね、何があるかなと思ったら、まあ、安いからいいかなと思って、まあ、角のね、を買いました。で、店員さんに聞いたら、まあ、ラミの透明があるじゃないですか。で、聞いたら、ないよーって言うんで、まあ、書くのを買おうと決めた後に、まあ、レジで、ラミの透明ないんですよねって、ありますよー言われて。で、結局、まあ、書くのをやめるのもなんか、あれかなと思って、両方、まず買ってしまいましたね。ということで、色も、カラーも2つ買ってしまったという。まあ、この辺が沼の始まりなんでしょうか。で、まあ、今日はカラーのインクを、まあ、書くのトラミーに入れたりして書きながら、ちょっと動画にしていこうかなというところです。このパチッとタイプ。コイン40ですね。透明。綺麗ですね。で、サファリですね。ね、そうだそうですね。後で気づいたんですけど、ラミーだとこの後ろの赤が結構効くんでね、いろんな色を入れるにはちょっと向いてないのかななんてちょっと後で気づいたりしましたが、赤なんでね、やっぱ土を入れる感じがいいかな。描くのには、甘い色入れて F2 部ですね。パテルドプッと入れるんでしょうね。綺麗ですね。だいぶ入りましたね。ちょっと勢いでドブッと入れすぎた感がありますね。わあ、綺麗。綺麗ですね。よいしょ。絶対手につくパターンですね。これどっかついてないか。綺麗ですね。結構鮮やかなブルーですよね。この描くのは本当に真っ透明なんでね。なんか。これもパイロット難しいですね。カメラに映しながら入れる。弾は何のために入れるんでしょうか。さっきより入ったかな。そしてこいつも鮮やかですね。どうですかね。綺麗ですね。綺麗。もうちょっとやっぱインク入れたいな。さあ、綺麗です。赤と青。やっぱりこの流れで選ぼうも入れようかな。そしてね。いやー、いいな。よいしょ。真っ黒が欲しいと思って買ったんですが、で、これが色しずくの竹炭ですと。
確かに黒々しいですね。うん、黒い、いい感じ。ここ、なんでしょう、濃い色ってやっぱ描いてる感がすごいありますよね、竹炭。うん、いいですね。さあ、どうしようかな、描くのね、初めてだし、ちょっと描いてみましょうかね。こっちですね、甘い色ですね。これは綺麗。ああ、試し書きしたんですけどね。うん、こんな感じですね。やっぱりカジュアル万年筆の感じですよね。まあ、当たり前か、選ぼうとは違いますよね。書くの、書くのってなんか可愛いロゴでしたね。小文字で、うん、点点がいる感じですね。のちょっときれいですね、色がね。これ透明ので結構いいやつってあるんですかね。なんかこっちになる、まあ、きれいですね。さてね、色しずくのツツジ、うん、気持ちいい。やっぱ気持ちは全然やっぱ波がいいっすね。いやー、うん、素晴らしい。すごいツツジっていう感じがね、難しいんですよ。なんて言いますか、足を描いて、ちょっと見ながら描こう。足を描いて、潰れちゃいますね、これぐらいのサッチだとね。そして足を描いて、ショックという詩ですね。三国志の食と、うん、よっ、なんだろう、こんなことがあるんだろうか。ちょっと拭きますね。この辺はね、プラミの好きだな。この赤いのな、なんとかしてほしいな。ほんとあの、なんですよね。夕焼けを買おうと思ったんですよね。色が結構変化する、しますよね。このピンクな感じからこう、濃くなってくる。よいしょ。そうですね、カックンとサファリですね。ダイラボ、まあ、エラボは当然いい感じでサファリが良くて、まあ、カックンもでも確かに値段にしてはすごい良かったですね。で、色がこの3つと甘色と竹炭だね。これで冬将軍と山栗をこう、まずはこの定番なんでしょうかね、色しずくがだいぶ揃ってきちゃいましたっていう感じですね。カラフルでいいですよね、なんかさらに楽しくなってきました。うん、まあ、引き続き万年筆に関してはね、やっていきたいと思います。ではまた。